はいどうも、ロシェルです。今回もテクスチャ紹介をやっていきます。今回はマインクラフトのシティテクスチャを入れました。はい、どうぞ自己紹介を。誰も言わねえ。ボクシングさん。俺がよ。先ほども失礼しました。ボクシングと言います。あ、ボクシングさん。誰だよお前。言うと言います。よろしくお願いします。シクラメントです。よろしくお願いします。レオです。よろしくお願いします。一人減ったね。予想見てくるか。減ったね。あと予定していた弾丸論破の方の実況なんですが、絶望、絶対絶望少女、ソフト自体に実況 NG みたいなことが書いてあったので中傷させていただきます。申し訳ない。なんかチャプター1だけやっていいみたいなのがあったから1だけ単発やります。にゃん、なんか待機中になってる。わかんない。ちゅ、いやどういうことだろう。誰がにゃん。あぶねえ、間違えて誰かを退出、あ、ユウさんを退出させようとしてしまった。俺に何の恨みがあるんだ。いや、特に恨みはあったりなかったりする。ああ。やべえ、なんか俺んちの音声が超マイクに入ってる。だね、やべえ、これちょっと上げるのイコールオレンジの家庭状況が、うん、やべえな、俺の部屋和室だからちょうど入ってくんねんな外。おう、まあ、比較的このねテクスチャーは安定だよね。うん、うん、ただなんかかまどがね電子レンジっぽいよね。でっかなレストランにある。あ、俺はよく扱ってるからよくわかる。剣がどっちかというとレイピアみたいになってるし。ゆくん、あ、ちょっと俺風呂入ってきていい？はい。すごいな。誰が来るかと思った。今のも収録されてるのかよ。おいどんです。何をしたかったんだ俺は。あ、うん。多分これは投票入らねえな、票が。うん、なんかやってる人多そうなテクスチャだもんね。何しろあれの後だからな。うん、さっきのやつだったらインパクトないな。やっぱ新しく追加されたもう一つの方だな。どちらかって破壊力が半端なかったからね、あれは。うん、もう一発目に受けっていう受けだね、もうあれ初っ端から受けだっけんな。もう受けそのものだったからね。うん、いやー驚いた。塊だよ。そして未だにリンの犬失踪事件の犯人がわからないっていう。リンの犬？そう、誰かがリンの犬を殺しやがった。あ、まあサクラメントじゃね。受注ハック。わかんないけど。俺もそんな気がしないでもない。焼き殺してたイメージがあるんだよね。俺とゴッドが犬小屋から出てくる瞬間を見てるから。誰か？サクラメントが家からスッてガチャッて出て行って逃走してるのを見たから。これ別の動画にあるから後でアップするよ。うん、監視カメラみたいなのまるで。監視カメラ映像投稿戦みたいな感じになってるんじゃないか。なんかサクラメントがうつ病みたいになって真下向いてる。アイテムがいくつか消ってるわ。ん？テクスチャ変えた影響かなこれ。さあ、なんかさっきからゴッドがログインしたり、ログアウトしたりしてんな。うん、ちょっとうざったくなってきたな。俺の友達でたまにこういうのあんな。俺もたまにこうなるわ。うん、ロシェルさん、ロシェルさん。はいはい。悪いけどアイテム3つちょっと持ってきてもらえん？何を？原木1スタックと、おいおい、
あ、原木は何でもいいんだけど。何でもよいけ。うん。うん、あと溶岩バケツ1個と、ほいほい、あと鉱石ワンストック。何の鉱石？え、あの光る石。光る石、グロソン。うん、グロソン。あ、松明も OK。 松明？うん、原木ワンストック俺持ってねえな、多分なんか消えてるんよ。あの誰かさっきの持っててあげて、俺のもちょっと確認してるけどなさそう。うん、なんかおかしい。聞いてはそう。蜘蛛の目キモ。俺普通にあるよ全部。俺聞いてる。火打ち石がチャッカマンや。あ違う、ライダー。なんだろう。まあ、いいや。いや俺のエクスカリバーどこ行ったんだろう。さっきのエンチャットで失敗したヌメヌメ剣しかねえわ。ヌメヌメ剣。まあ、こっちだと水が綺麗やけんな。うん。アップデート何かも。なんやねんあいつ。ゴッドから謎のメールが来たわ。ん？ね、読むね。うわぁ、俺の招待メールとか見られてしまう。アップデート何かも。ん？あ？ What？ 何かの暗号か？え？何って送ればいいの？キーボードがなんかさっきからあのセブンイレブンのホットスナック、肉まん4個、ポテト2つ、唐揚げ棒2つ、アメリカンドッグ2つに吹っ潰されてるわ。どういうことよ。今日の朝飯、晩飯、昼飯、順番がおかしい。 あとお菓子を5000円分コンビニで買ってきた。おお、これが2ヶ月の俺のおやつになる。2ヶ月、そういうのは冗談、1週間もあればなくなる。だよね、食いすぎ。それが食っても太らないのが俺なんだ。うーん、羨ましい。なぜかいつも常に50いきそうでいかないっていうこの悲しい体型だからな。俺も体重3桁いってるのに。なんと、羨ましい。マジか。せっかく170になったんだから65キロぐらいは欲しいな。65は欲しいぜ。まあそこまで、うん、いかんでいいんじゃない。うん、いやバスケ部やからね、もうちょっと。まあバスケ部っつってもあそっか、地域のバスケだからね。うん、うん、今はバスケならまあ体重痩せるんじゃない、運動するから結構な。うん、俺ほとんど部活出てないよ。部活通学クラブテニスだけだよ最近は。テニス ひたすら両端に打って両端まで走って打ってるからね。もともとはダブルスで全員やってたんだけどね、どこをどう転がってシングルの後ろの方でやるプレイヤーになったんだろう。いやーどうなんだろう。いやーさっきに比べてなんかみんな話さなくなったな。だって受け要素が少ないんだもん。だよね、こっちなんか真面目な感じじゃん。ゾンビがだってスーツ着てるもん。うん、お前に紳士要素なんか求めてねえんだよ。いや違うだろ、ゾンビももうゾンビ界ももう就職の秋なんだよ。あ、何、ゾンビも就職しないといけないような社会なのここ。そういうことだ。うわー、ハローワークが充実してるんだろ。マジか、あのハローワークが50キロ範囲内に1軒あればいいぐらいの。よし、ロシルさん、あ、おぉ、村人が、あぁ、エンチャットがない。瓶が切れた。あぁ、ロシアさん、ロシアさん。こっちこっち。どっちどっち、どこだ、こっちこっち、あっちあっち。あっちどっち、そっちあっち。ないやねん。こっちステーション。懐かしいな。してんのか。ロシアさん、この部屋。ちょうど俺の世代やで。ありがたい。この部屋、ネタが。一番手前のコンチェルどれ、エンチャットの瓶がビールにしか見えないんだけど。いいんじゃない、生き延びすれば。え、鉱石とかある、ほら、AKAK やめなさいよ。それで何人若い人たちが死んだと思ってるんですか。まったく。
群馬は多いんだからそれ。マジかよ。ロシェルさん。はいはい。あのアイテムは？アイテム持っててないよ。え？あいや、あの頼んだアイテムは？あのね、持ってなかった俺。うん、了解。ダメだ、司祭が出すアイテムがちょっとごとき、マジでなんだこの紳士の集まりは。何、なんかそんなにやつだった？いや、そんなことはない。ん？なんか、ほもってるこいつら。男同士、イチャつきやがって。ホモ銃爆発しやがれ。ホモ銃ってなんだ？ホモのリア銃。わかりやすく説明すると、ユウさん。うん。俺がよ。もう俺でも納得させる説明じゃないか。まあ、ゴッドさんよくわかりやすいけどさ。これはあのグラゼフを動画にしたかったな。うん、あの展開を動画にしたかった。うん、18禁になってもいいから出したかった。YouTube であのここは見つけた、あなたは18禁ですかって感じで、あなたは18歳以上ですか、イエスはい、お前に拒否権はね。こういう中でなんか前もあった感じがする。デジャブ感じる？デジャブ、そんなことはないよ。気のせい気のせい。なんだデジャブ、夏休みみたいな感じになるのか。なんか俺もやった覚えがあるぞ。でも、うん、何でやったか覚えてね。じゃあシティテクスチャーはもうこれで終了して次行く。次はなんだろうな。ワクワク止まんねえぜ。俺はワクワク止まんねえ。でも次の2つはね、受けではないんだよ。シンプルテクスチャーとあれだから、あのリアルなやつ。ナチュラルキャンディーテクスチャーとか買えばよかったかな。いや、あれはあキャンディーやっといた方がいい。キャンディーでもな、敵がキモくなんだよな。もうこの様子だともう今んとこカートゥーンが1位だよね、俺たちの中では。今んとこでは。ちょっと待って、ファンタジー買ったと。ファンタジー入れた方がよかった。うん、多分入れた方がいい。あっちの方ガチやばいから。あれはひどいんだよ、全体的に。俺 XBOX で入れてるもん、あれ。ファンタジー、うん。じゃあ一回部屋潰しますね。ほいほい。はい、セーブお願いします。その前に俺一回村に放置しないと。ああ、もう全くこの移動距離がマジ長えわ。いやー、 BGM はいいんだけどね。うん、真面目すぎてつまらんわ。ああ確かに、一発目があれだったからね。太陽と月がね、傑作だったわ。もう何でも変わったからな。もう武器とかいろいろと突っ込み起こしかなかったからね。うん、これやめるとこのワールドは。いや、このテクスチャーは、うん、だからみんなに決めてもらうんで、どのテクスチャーでやるか。バニラ以外で。あ、ちょっと待って、また俺ら露天掘りしてるけど気をつけてね。マジか、あいつかテロリストの犯人は。ではセーブ入ります。おー、はい。ではご視聴あり、痛い、誰で殴ったの。ちょっと待って、くだりの投げ意外に蹴るぞ、お前。ロシェってさ、締めの言葉、締めの言葉。はい、では、今回、マインクラフトのシティテクチャの方紹介とは言えないけど、まあ実況で使うテクチャの一つの候補として見てください。ではご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。さっきは遅いって言われたから早く行った。残念、今のも入った。